皆さんこんにちはお茶の水女子大学に所属している先輩チュータータのユーミーです私からは行事や部活で忙しい中でも英語の偏差値を30以上アップさせた経験を生かし英語の苦手克服法についてご紹介いたしますまず志望理由と拝点についてです私は 公認の夏にお茶大のオープンキャンパスに参加し、お茶の水女子大学を志望することに決めました。その後、担任の先生と相談し、栄養、推薦、一般、すべての受験方式で受験することに決めました。そこで、お茶大の入試の特徴について調べたところ、センターと二次試験の配点が同じ割合であること、 そして推薦入試に出願するには標定平均4.3以上が必要であるという2つの特徴が分かりました。そこで苦手科目は極力減らすこと、そしてセンターと二次試験両方で必要になる英語と国語は得意科目にすることという2つの目標を立てました。目標をもとに受験までの全体スケジュールを立てたものがこちらです。日々の授業や小テスト対策は 一般入試の対策にもつながると考え、高1の秋頃から日々の授業の予習、復習、小テスト対策、そして定期テスト対策に取り組み始めました。また、苦手な英語は単語帳や文法書による学習を高3の夏まで続け、基礎力の向上を図りました。また、得意な原告を皮切りに、センター試験や二次試験の類題演習を高2の冬頃から徐々に始めました。 目標を決め、全体スケジュールを立てたところまでは良かったのですが、当時の私には致命的な問題がありました。それは、入試で重要になる英語が壊滅的にできないということです。どのくらいできないかというと、高一の定期テストでは常に平均点以下、さらに高一最初の模試では偏差値38を叩き出すという悲惨さでした。というのも、 中学時代の私は英語が大得意で定期テストや入試でも9割以上が当たり前でした。そのため高校入学直後はテスト前だけ復習すれば乗り切れるでしょうという謎の自信に満ち溢れており日々の予習や復習を怠っていました。しかし高校の英語は学習量が多くさらに内容も難しくなるため暗記中心の学習では立ち打ちできません。そのことに気づかず テスト直前の暗記学習に頼りきっていた私の英語力はみるみる落ちていき、気づいた時には英語の基礎力不足が深刻になってしまいました。そこで苦手対策に乗り出したは良いものの、具体的にどの単元が苦手なのかがわからず、がむしゃらに文法を復習しても、なかなか点数は伸びませんでした。そこで文法はあえて演習から入ることで、 苦手分野を洗い出すことから始めました。その時、市販の文法問題集を活用し、そこでミスの多かった単元については、単語帳や文法書に戻って、お風呂の時間や歯磨きの時間などの隙間時間を活用して、えー、コツコツ勉強しました。えー、また、これだけでは、えー、入試につながる実践力は養うことができません。そこで、ゼミのチャレンジや、えー、添削課題、 さらには学校の長文読解テキストを利用して基礎を実践で使える力に伸ばすことを意識しましたそして添削や丸付けで見つかった苦手はまた単語帳や文法書に戻ってと演習と基礎をひたすら繰り返す学習法によって分かったつもり得意なつもりからの脱却を目指しましたこのような勉強を続けた結果高2の春頃から徐々に読めない かけない、わからない問題が減っていきました。その結果、定期テストの順位や模試の偏差値がぐんとアップし、定期テストの順位は最終的に180位以上、そして模試の偏差値も最大39アップさせることに成功し、高2の冬以降は常に模試の偏差値65から70以上をキープできるようになり、苦手克服することができました。ここまでの話を一回まとめます。 私の最大の課題は、英語の語彙力と文法力が不足してしまったことで、文法問題だけでなく、長文読解や英作文の苦手も加速してしまったことでした。しかし、単語や文法は隙間時間を使ってコツコツ勉強すること、苦手克服に行き詰まったら、あえて演習から入ることで苦手単元を暴き出すこと、そして演習と基礎を繰り返す勉強法によって、 分かったつもりからの脱却を目指すこと、これら3点を意識したことで英語の苦手を克服することができました。さて、ここまで英語の苦手克服法についてご紹介しましたが、最後に新入試で重要になるリスニングの特徴と対策について私からご紹介させていただきます。私が思う共通テストリスニングの特徴は2つあります。1つ目は、 リリーディングとリスニンググとと、スニの配点が同じになることそして2つ目がリスニングが従来の2回読みに加えて1回読みが追加されることこれらによってより聞き逃さない力が重要になると考えましたそこで私がお勧めしたいリスニングの対策法がディクテーションとシャドーイングですディクテーションは、 一度流した英文音声を一部流してすぐに一時停止ボタンを押して、聞き取った英文を紙に書き取るという勉強法です。前置詞や監視など、普段聞き逃しやすい単語にも注意を向けることができるので、より聞き逃さない力がアップします。そして、シャドーイングは、英文音声を流しっぱなしにした状態で、後に続いて音読するという勉強法です。 最初は英文テキストを見ながら音読しますが、最終的には何も見ずに音声に続けて音読できるようになることで、スピードの速いリスニング音声にも対応できる力がつきました。その結果、英検2級にも合格できるリスニング力を身につけることができました。最後に私からのメッセージです。苦手克服と向き合っていると、いい結果が出ず焦ったり、 点数が伸び悩んで心が折れそうになることもあると思います。しかし、そんな時、一番皆さんの味方になるのは今、この瞬間まで頑張ってきた奇跡です。どんなにしんどくときも、どんなにしんどくても諦めなければ必ず結果はついてきます。一人で解決できない時は私たち先輩チューターも全力でサポートします。最後まで諦めないでください。ありがとうございました。 ベネッセ。